アメリカポーツマス市と国際交流がある日南学園でベルリンギングを再現するイベントがありました。ベルリンギングは1905年9月5日に日露戦争の講和条約としてポーツマス条約が調印された際にベルを鳴らしたとされています。ポーツマス条約の調印時間に合わせて15時47分吹奏楽部のファンファーレに続き、生徒たちが150個のベルの音を響かせ姉妹都市の友好を願いました。毎年行っているベルリンギングは今年で3回目。ポーツマス市との友好関係をどのような今までどういうふうにつながってきたかというのを考えながら出します。ポーツマス市はその治安も良くてその景色も綺麗だというふうに聞いているので、その街並みとか人の良さとかそういうふうなのを感じ取りながら楽しんでいきたいと思います。これからもポーツマスとの交流が深まるように、思いながら鳴らしました。外国に行ったことがないので、そういうポーツマスとの交流も深めてきちんと学んで帰ってこれたらいいなと思いました。10月には日南学園中学校3年生の生徒20人がポーツマス市に国際交流と語学研修へ9泊11日の日程で参加する予定です。